今のはほんの腕ならし。ここからが真のミラクルショー。まずは2本の球を越えて的球をポケットするというジャンプボール。アジアの生んだビリヤードの帝王エフレン・レイズ、スタート第1テーブルです。一発一発、これは渋い。今球に触って、まあ、よく落ちましたね。ラッキーラッキーベイビー。試合ではジャンプボールは使わないエフレン、苦手ショットでのミスもラッキーバウンドで成功。幸運に天才も思わずこの表情。第2テーブルは手玉をクッションさせ2つの的玉を落とす。わずかなズレが命取り。完全な失敗ショットもこのエフレンにかかりますと成功ショットになってしまうという、そのあたりが実力です。第2テーブル、イエス、完璧、イエス、完璧。続いて要求されるは引き玉のテクニック。角度がある青い球へ見事コントロールできるか。世界の最高峰、あの US オープンをアメリカ人以外のプレイヤーとして唯一制しているエフレン・レイズ。イエーイイエーイ、ここも一発、実力者。ヒーローを沈めた後、手玉は絶妙なスピンで見事青い球をポケットへ。ここからは的球が3つ、黄色に当て手玉を流し全てを違うポケットへ。このままノーミスがどこまで続くか、そのあたりも注目です。第4テーブル、的玉3つです。イエーイ、綺麗だ、ビューティフル、ビューティフル。完璧なショットで4連続成功、パーフェクトへ死角なし。5 more here, no miss, 大丈夫。おお、いよいよ全開宣言です。さらに難易度アップ。手玉は的玉を2つ沈め3クッションして赤玉へ。強すぎればスクラッシュ。 Any confidence because I don't need any miss yet。 心たっぷり。さあ、ここも的玉3つ見せてもらいましょう。2つ入って、そして手玉はどこへ行く？赤タッチ成功！赤タッチ成功！ファンタスティック！ファンタスティック！エフレンマジック！その球はまさに魔法の杖。完璧なコントロールと絶妙な力加減でトッププロも苦しむ難関第5テーブルを一発クリア。ノーミスで5テーブル！すごい！いや、ベリベリラッキーナウ！神の領域、的玉は4つ。いよいよパーフェクトへのカウントダウンが始まる。さすがはスーパースター、ご機嫌のエフレン・レイズ。的玉4つの第6テーブル、この笑顔が勝負の顔に変わりました。どうだ、わお、一つ残った、わお、ここで最初のミス。先ほどのミスを引きずらないで4つの球すべて沈められるでしょうか。3つ入った、4つ入った、3つ入った、4つ入った、やりました。エフレン大喜び。 One more scratch, you know? Make me scared again. 失敗を生かし数ミリのズレを見事修正。スクラッチにもならず世界一の天才が狂喜乱舞。子供のように大はしゃぎ。Three more. Very strong. いざ成功者なき未知なる世界へ。的玉は5つ、手玉を黄色に当て一瞬にして全てをポケットへ。スーパーハスラー初挑戦にしていよいよ第7テーブルまでやってまいりました。的玉が5つ。まるで子供のように悔しがっているエフレン。さすがにラスト3は一筋縄では参りません。また赤止まりました。失敗、これで3回。レイズもこの第7テーブルで終わってしまうのか。後がない。イエーイ、入った。
追い詰められて底力発揮、ミラクルショット炸裂。手玉は赤い玉を追い越し、ギザを作って3つの的玉を同じポケットへ叩き込んだ。ついに第8テーブルへ、的玉は6つ、引き玉で2つ落とすという究極のテーブル。 For the 8th table, I need luck. That's a very hard to draw. レイズ、パーフェクト目前、挑むは第8テーブル。ラストショットとなるか、それとも。神も人の子、エフレン・レイズ、最高記録となるセブンテーブル。If I don't miss two times here, maybe I made it.